求人広告、キューボ、防除旅館での臨時料理人を1名募集、高級高待遇、報酬につきましては王相談。おい見ろよ、高級でキューボだってさ、モラを稼ぐチャンスだぞ。え、確かにそうだな。まさか現象に何かあったのか。あいつは人が勝手に厨房に入っただけで怒鳴り散らすしな。手伝いがいるとは思えないけど。あれ、続きに何か書いてあるぞ。興味のある方は上までお越しいただき、支配人のワイヤンとお話しください。だってさ、なあオイラたちも上に行ってみないか。現象のことも気になるだろ。やっ、支配人、本当に必要ないんですって。ただ手を火傷しただけで、料理を作るのに差し支えはないでしょう。今は差し支えなくても治りが遅くなってしまうよ。ひとまず数日は休みなさい。何か方法を考えるから。よう支配人、それに現象も。おや、旅人さんにパイモンさんではありませんか。どうしてこちらに。それで上がってきたんだ。現象に何かあったのか聞いてみようと思ってさ。やれやれ、だからあんな張り紙はやめろって言ったんだ。お前たちにまで心配をかけるとはな。大したことでもないんだが。現象に代わってお二人のお心遣いに感謝申し上げます。ほら、あなたも恥ずかしがってないで説明したらどうだ。わかりましたよ。実は先日の回答祭で大勢のお客さんがやってきてな、料理を鍋から取り出すときにちょっと慌ててうっかり手を火傷してしまったんだ。そりゃあな、猿も木から落ちるって言うだろう。どんなに腕のいい料理人でも手元が狂うことはある。それにこれっぽっちの怪我なんて全く問題ない。強がりはやめるんだ。無理をして怪我がもっとひどくなったら1日2日休むだけでは済まないんだから。だけど回答祭が過ぎて間もないし、店に来てくれるお客さんは多いんです。休んでる場合じゃないでしょう。それに遠くからはるばるやってきた外国のお客さんもたくさんいるんですよ。適当な間に合わせの料理人を入れて、万が一にも店の看板に泥を塗るようなことがあったら真っ先に俺が承知しないぞ。そう言われるとどっちが支配人だかわからないな。でも彼が言うことも一理あります。なんといっても現象は料理王決定戦の決勝選手ですから、そんじょそこらの料理人では代わりが務まりません。自慢じゃないですけど、俺レベルの料理人となるとみんな自分の店を持ってますよ。旅館の手伝いに来るほど暇なやつなんてなかなか見つからないでしょう。まあもう少し報酬を上げないといけないね。料理が上手で暇なやつ。あ、それってお前じゃないか。思い出しました、以前聞いたことがありましたね。あの時はあなたが凄腕の強者だということばかりが印象に残っていて、料理の腕前のことを忘れていました。料理の腕前は覚えてないのに凄腕なのは覚えてるのか。それでも旅館の支配人なのかよ。まあ細かいことはお気になさらず、とにかくあなたが来てくださるのなら現象も安心して厨房を任せられるでしょうね。まあお前になら確かに他のやつに任せるよりかはいい。じゃあこの仕事を引き受けるか。言ったからには約束しましょう。決して少ない額ではありませんよ。
けど一つ言わせてくれ。旅館で厨房を取り仕切るのは自分のために料理を作るのとはわけが違うからな。何日かは俺も厨房に残ってお前が仕事になれるまで手伝ってやる。結局心配なんだな。支配人、店にまだ使ってない調理器具があったはず。あれは？ああ、はいはい、今すぐ準備してこよう。完成です。見てください、あなたに合わせて作ってみました。いえいえ、ほんのたしなみ程度で取るに足りません。では現象、ここはあなた方に任せるよ。ここまで大掛かりなことをするなんて。今あるかまどをそのまま使えばいいじゃんか。どんだけ調理器具に触られたくないんだよ。いや、そんなことはない。オーナーは人を使う以上は疑わない、疑わしければ使わないと言っていた。俺はただ今のかまどはお前にとってその少し高さがあると思ってな。さっきも言っただろう、旅館で厨房を取り仕切るのは自分のために料理を作るのとはわけが違うって。色、香り、味にこだわるだけではなく、速さ、正確さ、そして安定感が必要なんだ。例えば自分に合わないかまどで一日中料理を作っていると、疲れて腕や背中が痛くなるばかりか、料理を出すスピードが遅くなってしまう。すると待っている客もイラつくだろう。だからこそ調理器具はきちんと準備しておかなければならない。それが速さだ。じゃあ正確さと安定感ってなんだ？正確さとは正しく見極めることだ。肉塊のどこに包丁を入れるか、油をどのくらい使うか、そして鍋からいつ料理を取り出すか。自分のために料理をするなら様子を見つつ、水が多ければ塩を足し、塩が多ければ水を足すといった具合に味を調整できるが、旅館の厨房ではそんな試行錯誤してる猶予はない。もし本当に失敗したらオイラが片付けてやるよ。最後の安定感はどんなに意地悪な注文でも確実に答えなければならないということだ。特に各地からやってくる味の好みが異なるお客さんをもてなすためには、もともとの食習慣に気を配るだけでなく、ご当地料理を味わいたいという気持ちも考慮しなければならない。おい、最後のはかなり難しそうだな。大丈夫だ、旅人はいろんな場所を渡り歩いてきたんだろう。実際にやってみたら俺よりうまくできるかもしれん。それに数日は俺も厨房に残って助ける。きっとお客さんの一人一人が我が家に帰ってきたように感じるおもてなしができるさ。グズグズしてはいられない、早速やってみよう。基本的な調理は俺が口出ししなくてもできるはずだな。気をつけるべきことはテーブルごとに注文の要望が違うことだ。ごっちゃにしないようにな。ひひ、オイラも覚えるのを手伝うからな。安心していいぞ。何番テーブルだっけ。一番テーブルのお客様はネギはいるけど唐辛子はいらなくて、二番テーブルは唐辛子はいるけどネギはいらない、三番テーブルは三番テーブルは唐辛子はいるけど唐辛子はいらない。おいら、さっきまで夢を見てたのか。休憩する暇もなかったし、頭の中がごちゃごちゃになっちゃってたぜ。旅館にはいつもこんなにたくさんのお客さんが来るのか。まだ繁忙期だからな。初めてこの厨房を切り盛りしたにしてはお前たちは十分よくやってたよ。でも今回来たのは常連ばかりで、これといっておかしな注文もなくてよかった。
出なければもっとややこしいことになってただろうな。これでおかしな注文がなかったのか。醤油をかけた杏仁豆腐なんてオイラだって食べたことないぞ。世の中にはいろんな人がいて、それぞれの好みも様々だ。それを全て受け入れられるのがリーウェ料理の真髄だ。それにこのお客さんたちの注文ははっきりしていたから、指示に従って料理すれば問題なかった。本当に困るのはお任せとだけ言ってくる客たちだ。ごめんください、もう閉店しちゃったかな。あれ、この声は、見てくる。どうしよう、本当に誰もいないみたいだ。僕がもっと早く来ていれば。大丈夫だよ、今から野外キャンプの準備を始めても遅くないはずだ。そう、それに悪いのは取材に夢中になって時間を忘れてたお兄ちゃんだから。ああ、リネット、リネット、それにフレミネじゃないか。本当にお前たちなのか。パイモン、じゃあもしかして旅人も。旅人にパイモン、まさかここで会えるなんて。それはこっちのセリフだぞ。オイラと旅人はここで手伝いをしてて。というわけなんだ。お前たちこそどうしてここに。お前たちのその、また何かお父様からの任務があるのか。その逆だよ、僕たちは休みでリーウェに来たんだ。うん、ついでにあちこちで取材はしてるけど。お父様が言うには、ここのところ僕たちはずっと忙しかったから、しばらくは休むといいだろう。その方が次の任務に都合がいいって。この間解答祭があったでしょ、せっかくの機会だからってお兄ちゃんがリーウェに連れてきてくれたの。リーウェ校で面白いマジックをたくさん見たんだ。あれ、リーウェじゃ奇術って呼ぶんだっけ。奇術とリーウェ劇、重武劇を組み合わせてやる人もいて、本当に素晴らしかった。それでここにもう何日か滞在して、もっとアイデアを集めようと思ってね。先日は警察層のジャクシンさんを訪ねたし、今日も近くでインスピレーションを探してて。挙句に時間が経つのも忘れて、今日はまだ何も食べてない。ご飯といえば知ってるかい。フォンテーヌもリーウェも水産物が豊富だけど、調理法にはそれぞれの特徴があるんだ。今回はせっかく来たんだから、たくさん味わっておかないとね。それも長く滞在する理由の一つかな。おお、今までは何を食べたんだ。オイラのおすすめを教えてやろうか。お魚料理なのに、あのすごく辛いやつ、もしかして黒瀬スズキの唐辛子煮込みか。確かにフォンテーヌ人からしたら辛い魚料理って珍しいもんな。魚料理だし匂いも美味しそうだったから、リネットは躊躇なくパクリと一口食べたんだ。そしたら一日中むせて口も聞けなかった。リネットがもともと無口な方だったのが不幸中の幸いだけど。くー、お兄ちゃんとフレミネはお腹空かないの。うん、ちょっと空いてる。それもそうだね。じゃあ旅人、料理をお願いしていいかい。メニューの名前を見ただけじゃどんな料理かわからないし、せっかく君がいるんだからおすすめをもらおうかな。僕たちの味の好みはわかるでしょ。
あとお願いだから唐辛子は入れないで。僕は黒瀬すずきの唐辛子煮込み美味しかったと思うけどな。心の準備さえしておけばむせることはないんじゃないかな。今度もう一度試してみる？遠慮しとく。なるほど、フォンテーヌからのお客さんか。辛いのが苦手なのも無理はないな。だがあっさりさせすぎても彼らが普段食べているものと変わらない。そうだな、カニ味噌とエビのむき身を炒める料理があるぞ。一見味付けが濃いように見えるが実際にはしつこくなくて口いっぱいに旨味が広がるんだ。お、それはぴったりだな。なんて名前の料理だ？よく聞いてくれた。レシピにもこう書かれている。カニ味噌は金に勝り、エビのむき身は珠玉のよう。だからこの料理は金玉万刀と呼ばれているんだ。ほら、これがレシピだ。準備ができたら一緒に作ってみよう。そういえば旅人とパイモンも今日はずっと忙しかったんでしょ？一緒に食べない？そう言われるとちょっとお腹が空いてきたな。じゃあお言葉に甘えて。そうだな、何しろ今回はお前たちがお客さんなんだから。あれ、どうして食べないんだ？見るからにタレがこってりしてて重そう。
リーユへのテーブルマナーでは弟の僕が先を譲るべきだから。それじゃまず僕が旅人のお手並みを拝見させていただくよ。はん、どう、水飲む？いや、すごく美味しい。素材本来の味だ。タレがたっぷりかかってるのにちゃんと海の旨味を感じる。二人も食べてごらんよ。この味、もしかしてカニ味噌？大正解だ！さすがリネットだな。道理でエビの味とうまくマッチしてるわけだ。こんな料理もあるんだね。へへん、この料理のこだわりはエビにカニを加え、新鮮さにうまみをプラス。柔らかくプリプリのエビにねっとりとしたカニ味噌が重なり、味も香りもよく、食感も抜群。カニ味噌は金色に輝き、エビのむき身は透き通る玉の色。だからこそ金玉マンドって美名があるんだ。なるほど、この名前にはそんな由来が。確かにぴったりだ。変だな、パイモン、いつからそんなに物知りになったの？この料理は口に合うと思うよ、リネット。って、あれ、あー、金玉マンドウが半分しか残ってない。いつの間に食べたんだよ。リーウェではシェフに対する最高のお礼はたくさん食べることだと聞いたから。すごく美味しいわ、ありがとう。お箸がやっとまともに使えるようになった。うん、リネとリネットは手先が器用だから、リーユエに来てからすぐに慣れたんだけど、僕は最近やっとうまく使えるようになって。そういえばリーユエにはお茶碗やお箸を使った技術もあった。マジックの助手を務めるにはこういう練習も欠かせないよね。自分の好みをストレートに表現することなんて滅多にないリネットが、今回は早い者勝ちだなんて。君のおかげで変わったのかな。それとも君が作ってくれた料理が本当に美味しすぎるだけかもね。次にフォンテーヌで会ったら、他の弟や妹たちにもお手並みを披露してもらえるかな。大料理人さん。よし、じゃあ早めに予約しておかなきゃね。エネルギー補充型、消化モードオン。うん、普段は体型を保つために私もお兄ちゃんもあまり食べないようにしてるの。マナーを考えて食卓でも控えめにしてる。でもたまには家族の前で好き勝手するのも悪くない。もしお兄ちゃんとフレミネが譲り合うのを待ってたら料理はとっくに冷めてた。友達は満足してくれたか？見事なもんだ。初めてまだ1日なのにこれほどとは。この次も頼んだぞ。支配人の話では、前回来てくれた新しいお客さんや常連からはとても好評だったらしいぞ。
こういうことにはなれないんじゃないかと心配していたんだが、この分だとお前の腕前なら通常業務は十分にこなせそうだな。味にうるさい上に要求が面倒な客が来ない限り、お前が困ることはないだろう。いい、そんな客もいるのか。そりゃもちろん。特にほとんど料理をしたことがないくせに本だけは山ほど読んでる学者先生とかな。暇になるとやってきては、あんたの作ったものは伝統的ではないだの、どこどこがこうで数百年前の味と違うだの、あら探しをするんだ。ここが防除旅館か。一応は老舗といったところかの。ほれ店主、何か看板料理があるなら早くここへ持ってまいれ。一番高いやつじゃ。ファルさん、先輩どうも。おお、旅人にバイモンか。なぜここにおるのじゃ。こっちが聞きたいぞ。なんで急に旅行できるくらいの経費ができたんだ。しかも一番高い料理まで注文して。これは旅行ではないぞ。わしのような学者が専門アドバイザーとして招かれ、世界中を旅するのは日常茶飯事じゃ。ファルザン先輩、ゆっくり。昨日の夜はみんなで徹夜だったのに、どうして先輩だけこんなに元気なの。本当に100歳を超えてるのかな。私がおごると言ってからずーっとこの調子ですなーよ。あー、マジくじにま、したわレイラ。それにドリー、珍しい組み合わせだな。おお、お前は実に忙しいやつじゃの。じゃが、ここの料理長にも認められておるなら、本場の名物料理を食べ損なう心配はないの。それでお前たちはなんでリーユエに来たんだ。さっき専門アドバイザーとかなんとかって聞いたような。先日フォンテーヌから新しい船を入手いたしまして、あー、なんと最先端のナビゲーションシステムが搭載されていますのよ。これを普及できればとても大きなビジネスチャンスになることでしょう。ここ数日試運転でオルモスコアから離島へ、離島からリーユエ港へと、次はドンマンポートにも行く予定ですわ。私と先輩はコンパスや装置の調整を手伝うために雇われているの。昨夜は耐圧試験のために一晩中雲来の海を漂ってた。残業手当は出します。おはよう。お二人ともご自分の意思で来られていますし、契約時にだってわざわざ説明していますもの。本当に隙がないな。つまりその手当の一つがおごりってわけか。だからやってくるなり高いご飯を注文したのかよ。何でも注文していいんですのよ、なんて機会はなかなかないからの。それではまず。ファルザン先輩、私ももちろん一番高い料理でねぎらいたいと思っていますわ。あ、ですが高いからといって美味しいとは限りませんの。リーウェイ料理で一番高いのは海鮮をたくさん使う料理か、手間暇がかかる料理だと聞いたことがありますわ。でも私たちは何日も海の上で揺られていたのですから、この上魚やエビやらを食べても美味しく味わえないでしょう。
むむ、言われてみれば確かにそうじゃの。しかもレイラさんなんてお腹が空いて今にも気絶しそうになっていますわ。え、それはお腹が空いているからじゃなくて、きっと人生の大先輩で徳の高いファルザン先輩は後輩を空腹のまま待たせるのは忍びないと思われることでしょう。うむ、後輩を気にかけてやれというのに文句はないんじゃが、何やら騙されている気がするの。ですので時間をかけて煮込む必要がある料理も出さないでくださいまし。それ以外でも高いものでしたら何でも結構ですので、旅人にお任せいたしますわ。海鮮と時間がかかるもの以外で、あとはすべてお任せいたしますわ。あふふふふ。まあ、船長賞、イエンドゥシェン、エビのポテト包み揚げ、黄金ガニ、どれも次回頼むしかないのか。次はあと何年待たねばならぬのじゃろう。ファルザン先輩が一気に落ち込んじゃった。なるべく高い料理を選んでもらえる？高価で、しかも海鮮は使えず、さらには時間もかけられない。それじゃ大半の料理がダメじゃないか。こんな意地悪な注文、一体誰が出したんだ？ドリーのやつ、わざとやってるのか？うちの旅館はブリテーや新月軒と違って高級な食材を常備しているわけじゃないんだ。普通はお客さんの予約が入ってから準備するもんだからな。ありふれた食材を使って短時間で正真正銘の高級料理を作る。そうなると値段がつくのは料理人の技と料理の独創性だけだ。半減給換という料理がある。手元にある食材だけで作れて、提供するのにも時間はかからない。そして一皿の値段は3万モラだ。3万！？普通の食材を使って時間もかからないのにか。なんでそんなに高いんだ？この料理の技は時間じゃなく料理人の包丁さばきと火加減にかかっている。さまざまな種類の肉を細切りにし棒状にこねてから最後に鍋で炒めるんだ。食べてるうちに味わいがどんどん変化し、しかも進化していくのが売りだ。種類の違うそれぞれの肉をいかにまとめちょうどよく焼き上げるか、いかに互いの味がぶつからないようにするか、それがこの料理の価値を示す部分だ。うまくできれば超一流の名物料理、しくじったらただの肉そぼろだ。おお、わかったぞ。つまり高いのは料理じゃなく料理人のギャラってことだな。大丈夫だ、棒状にこねるような細かい作業は俺が手伝ってやれる。お前は一番大事な部分に集中すればいい。心配すんなって、大胆にやってみろよ。たとえ失敗してもお前が作った肉そぼろならオイラは喜んで食うぞ。
朝食はまだなんでしょう。それなら、一緒にどうです。え、ドリ、いつの間にそんな親切になったんだよ。ただで朝ごはんが食べられるなんて。大きい取引というものは宴席で決まるものでしょう。ほら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 、座って座って座って、遠慮しないでくださいまーし。この料理はありきたりな料理に見えますし、事前に調べた限りではそんなにモラはかからないはずですわ。一万なら問題ありませんが、三万などちょっと。この料理、一晩徹夜するほどの価値があるのかの。元を取れるかどうかはお前にかかっておるぞ、旅人。疲れた、眠い、眠たい。早く食べて戻って寝よう。これは鶏もも肉？うん、キノシシの食感にも似てるような。噛むたびに別の味わいが広がるの。よく味わうと煙でいぶしたような風味もある。実に不思議じゃな。どうやって作ったんじゃ？ハム？しかしこの料理のどこに。あ、ひひ、気づいたみたいだな。そう、いろんな種類の肉を細切りにして棒状にしたんだぞ。オイラと現象ですっごく頑張ったんだからな。でも私にはよくわからないけど、肉の種類が違えば火を通す時間も全部違うでしょ。でもこの料理はきちんと味の調和が取れてる。それは企業秘密ってやつだ。これがお前独自の料理法とはの。無駄足にはならんかったわい。それでこの料理は何と言うんじゃ。紹介し忘れてたな。この料理の名前は半減球感。細い糸が交差するように見えるのと、複雑で変化に富む食感を表現したと。リンゆえの言葉から取った名じゃな。華麗で賑やかに楽曲が盛り上がっていく様子を意味する言葉なのじゃが、うむ、ぴったりな名前じゃの。なんだ、知ってたのか。当たり前じゃ。若者は卒業までに少なくとも20種類の言語を習得するはずじゃろ。おも、今はその必要がないのかの。え、昔もそうだったの。お前もチロン派だってこと、うっかり忘れてたぜ。ああ、それで、このお料理のお値段ですか。ひひ、そんな高くないって。3万もらいただくぞ。3万。そうですわ。パイモン、旅人、私、あなたたちには一緒にどうですと言っただけで、ごちそうするとは言ってませんわよね。つまり愛席しただけ。そうでしょう。やっぱりただの朝ごはんなんてなかった。そうだそうだ、商人は信用を大事にするんじゃないのかよ。たとえ一ボラだってお金ですのよ。いいでしょう、勉強料ということにいたします。スメールに帰ったら必ずやこの料理を再現してもらい、ほんの一気に稼いでやります。
飯を食べたらなんだか元気になってきた。美味しいものって眠気を覚ましてくれるんだね。先生が私にこうおっしゃったんだ。若者がずっと論文と本に埋もれているべきじゃない、機械を作って各地の星空を見に行くべきって。つまりインターンってことかな。でも本当に疲れる。はあ、食材だけで高級な料理を作るにはどうすればいいのかしら。まずはやっぱりいい名前をつけることから。気づかれてしまいましたわね。昨夜私が同意した時、皆さん徹夜でしたし、船酔いもしていましたから、次の日はあまり食べられないだろうと思っていましたので、その結果は見ての通りですわ。こんなにたくさん要求をしたのに通りないだなんて思いませんでしたの。はぁ、市場調査をしっかりやっておかないと。こういうことになりますのね。二人への報酬は別に高くないんだろ。結局お前が少しでも損しないようにって欲張りすぎただけじゃんか。次はこんなことすんなよ。だからこそオイラはたくさんの経験をして学んだんだぞ。船長賞とイエンドゥシェンは食べられんかったが、半減休館も悪くなかったわい。感謝するぞ。うむ、新型の装置は確かにわしの専門班以外じゃが、ドリーの出した報酬が魅力的でのう。新しい港に来るたびに町に出ては古書を買い漁っておるんじゃ。持ち帰って研究できるからの。ふん、報酬を最低額にして妙論派の全希望者を追い払った甲斐があったの。朝からいい出だしじゃないか。次もよろしく頼んだぞ。着するなど高望みなこと。おう、今日も頼んだぞ。おお、ますます手際が良くなってきたな。これならもうどんな厄介なお客が来ようと問題にはなら。ストップ！お前がそう言うとなんか面倒なことが起こる気がするんだよ。そんなことあるわけないだろう。俺は別に。いや、まさかリーウェで会えるとは思わなかったぜ。こういうのなんて言うんだっけか。開口遭遇だ、親分。そうだそうだ、それだよ。だよな、アヤトの兄貴。うせつかい野郎、なんでお前が。ああ、おめえは空をかける白鉄ちびすけ、それにダチ公じゃねえか。今日はついてるぜ。こんなに多くのダチに会えるなんてな。
お前、帰ったらしばらく働いて金を集めるって言ってたよな。なんでまた来たんだ？はっはっは、俺様の腕がありゃ、金儲けなんてやろうと思えばすぐにできんだろ。今回はうまいもんを飲み食いしに来たんだよ。それとついでに玉将がいい上でどうしてるか見てやろうと思ってな。少し前にリーウェで虫相撲大会を開催した人がいると聞いて、せっかくなので見に来たのです。残念ながらもう終わっていたようですが。何？あの大会を見逃すなんてよ、そりゃもったいなすぎるだろう。ええ、しかし幸い一斗君に会えましたから、当時の盛況ぶりが聞けそうですね。別に構わねえぜ、食いながら話そう。ここの料理人は？早く料理人を呼んでこい。ダチたちにご馳走を用意するからよ。はあ？おい、お使い野郎はよく本に出てくるみたいな。手で合図したら誰かが出てきてくれるってシチュエーションを真似したいだけだと思うぞ。ああ、ダチ子、冗談がうまいじゃねえか。なら早くその料理長を出してくれ。それでお客さんは何を注文したいんだ？賓客を喜ばせたいなら金玉満堂や半減休館があるが。親分、予算のことも忘れるな。もっとよ、こう気取ってねえようなやつはないのか？気取ってない、そうだな、樽を知り常に楽しむと書いて四足上楽という料理がある。この料理なら香り豊かで味わい深くたらふく食える上に安くてうまい料理だが。四足上楽、いい名前だぜ。こりゃごちそうにちげえね。ならそれに決めた。ここにいるのはみんなダチ子だ。派手な料理で着飾る必要なんざね。一斗君は見る目がありますね。あまりにも大げさに作り込まれた料理は私も好まないのです。これがチキというものでしょうか。チキ、いや、そうだ、チキだよ、チキ。マジか。まあお前らが楽しければいいや。そしてその時だ、赤紅一緒が堂々たる着替えでカノハ葉月神器に突っ込んでいった。さすがは真剣虫相撲大器用です。生き生きとした素晴らしい試合だったのですね。空気が息苦しすぎたから口実を作って抜け出してきたんだ。ともかくさっきは会わせてくれてありがとう。詳しいことはまた後ほど話そう。お前の友達は個性的だな。まあこの知足上洛はそこまで難しくないから今回は何も問題ないだろう。そういえばなんで知足上洛って言うんだ？たらふく食えるってことは肉とかたくさん食べられるんだろ。樽を知るって名前と全然合ってないじゃないか。別に肉を入れるとは言ってないだろう。この料理は見た目が肉に見えるだけで、実際は豆腐を使って肉の見た目、香り、味を作り出してるんだ。だから知足上洛なのさ。あ、そういや牛使い野郎、豆がダメなんじゃなかったか。あ、どうしよう、変えてもらった方がいいよな。何か問題でも起きたのか。豆腐とかなんとか聞こえてきた気がするが。おい待て、厨房は料理人の正規だぞ。部外者は、今は言ってられんな。お前らの親分に料理を変更してもらうよう言ってくれないか。はっはっは、
アヤトの兄貴を一番よく分かってんのはこの俺様だ。知足上洛ってのはまさに俺らの友情の証だね。おい、まだかよ。早くしてくれよ。赤べに一緒冒険団が話終わっちまうだろ。見ての通り、おそらく難しいでしょう。ちくしょう、完全に舞い上がってるぞ。あいつ、メンツか満腹なら絶対メンツを選ぶよな。ああ、私は親分にそれをたくさん食べさせて腹を満たしておくから、その気になったら気を伺って行動しよう。ふんふん、これが知足上洛か。腹いっぱいになりそうな量だな。いいじゃねえか。ほらほら、ダチ子、お前も座るって。ここにいるのはみんなダチだ。遠慮なんていらねえぞ。じゃあ早速。うん、親分、豪に言っては豪に従えと言うだろう。リーウェの食卓での礼式に従い、ここはまず主賓に味わってもらうべきでは。ん、しのぶ、お前そういう面倒な規則みたいなのが大嫌いじゃなかったか。おお、ダチ子まで。そうか、あまりにいい匂いで我慢ができなかったんだろ。よし、おめえらがそう言うなら俺様が一番最後に食べるぜ。うん、そういうことでしたか。うんうん、俺様の番だな。一番でけえのをいただくぜ。ま、待て。ん、今度はなんだよ。できるだけやってみるぞ。あ、おいらこの料理の由来を紹介するの忘れてたぜ。料理の由来？そんなんいるか？食ったら終わりじゃねえか。な、聞かずに食べちゃうなんてガイドのいない旅行と一緒だぞ。由来を聞いてから食べればもっと美味しく味わえてだな。確かに、お茶も種類によって味わい方が異なります。説明を聞かずに味わえば料理人の誠意を無駄にしてしまうのではないですか。ダチ子の誠意だと？そりゃ確かに裏切れねえよな。なら聞かせてくれよ。ほら、よし。じゃあまずはこの料理の材料から。先にボージョ旅館とか敵歌集の歴史についてだな。
旅人、今だ。敵歌集、そんな感動的な物語があったなんてな。今はこんなにいい暮らしができてるんだ。それこそ即上洛、満足するべきだよな。しまった、豆腐の話題を出さないようにしてたらいつの間にか話が脱線してたぞ。でもあとちょっとだ。あ、しのぶ、それにダチコ、いつ食い始めたんだよ。あとちょっとしか残ってねえぞ。もう何があっても譲らねえからね。待ってくれ親分、実はそれは。イット君、お待ちを。ぶしつけなお願いですが、これを譲っていただけませんか。今回は急ぎの外出でしたので、家の者たちを連れてくることができませんでした。皆あなたの功名はよく耳にしており、以前から荒滝派に思いを馳せていたのですが、残念ながら今回は同席するご縁に恵まれませんでした。ですがこちらの子息上洛を持ち帰れば、きっとみんな喜んでくれることでしょう。そりゃまあな。親分、リーウェでは他人のために一肌脱ぐことが重んじられている。それに料理を待っている間、魚料理をいくつも食べただろう。アヤトさんと私の分まで。なに？ありゃお前らの分だったのかよ。話に夢中になりすぎて全然気づかなかったぜ。じゃあアヤトの兄貴、俺の代わりにみんなによろしく伝えといてくれ。おいらな、これ持ち帰りで頼む。天地明道、百花は一等にしかず。リーゆえにもこれほど多くの虫相撲の強者がいたとは。だとすれば私は相当手遅れたことになりますね。ただ公務での訪問の合間に気分転換で出歩いているだけですよ。旅には人それぞれこだわりというものがあります。祭りを楽しむ者もいれば、人混みを避けたがる者もいるでしょう。そしてそんな時だからこそ、このような面白い出来事に巡り会えました。包んでいただいた豆腐については、そうですね、後でトーマに食べてもらいましょう。この飯を食い終わったらまた港に戻って仕事か。ああ、それはな。私から説明を。最近親分は船乗りの仕事を見つけて、船に乗ってリーユエに来たんだ。船が岸に着いた後、しばらくは自由に動ける時間が与えられる。それで花門玉将の様子を見に来られたというわけだ。言っとくが、ついでだからな。ついで。やっ、無事に乗り越えたようだな。よし、気を取り直して次の来客に応対するぞ。だったな。俺の手もだいぶ良くなったし、明日にはまた調理の仕事に取り掛かれそうだ。今まで本当にご苦労だったな。最後の一日も無事平穏に過ぎるといいんだが。お前
前がそう言うとまたなんか起こりそうな気がするぞ。何事もなく夜になったな。特にトラブルも起きなかったし、そっか、オイラたちもすっかり板についたってことだよな。初めて仕事した時なんか塩加減とか辛さの調節を覚えるのに半日もかかってたし、今なら何が起きても朝飯前だぜ。もうこんな時間だしお客さんも来ないだろ。いや、そうだ、初日にリネたちが来た時もこんな時間だったような。旅人とパイモン久しぶり。アンバー、それにエウルアとミカ、こんな遅くにご飯を食べに来たのか。先ほど招待の護衛任務が終わったばかりで石門へと戻る途中なんです。もともとはレーションを食べながら移動を続けるつもりだったんですが、エウルア隊長が長いことリーウェ料理を口にしていないとのことで、この旅館で食事ができないかなと思い立ち寄ってみたんです。え、エウルアがそんなこと言ったのか。任務の最中ずっとレーションばかりで、たまたま口直しがしたくなっただけよ。何？いけないの？注文って、え、待ちなさい。どうして君が接客を。今旅人はこの旅館の腕利きシェフなんだぜ。お前らタイミングが良かったな。ここで作る最後の料理にちょうど間に合ったんだぞ。そうなの？じゃあエウルアが提案してくれなかったら旅人の料理を逃してたってこと？じゃあ何を頼もうかな。あ、私リーウェ料理ってあんまり覚えてないんだよね。ミカとエウルアは何か食べたいものある？栄誉騎士先輩の料理を味わえるなら僕にとっては学びの絶好のチャンスです。どんなメニューだって構いませんよ。私も何でも構わないわ。食事を済ませて先を急がないといけないしね。お前が提案したんだろ。それなのに何でも構わないって。じゃあアンバ、お前が何でも好きに注文してくれよ。じゃあ私も何でも構わないかな。ボカーン。ごめんね、特に食べたいものが思いつかないんだ。だったら適当に頼むよりもあんたに任せた方が安心でしょ。うん、何でも構わないとは言ったけれど、お酒は結構よ。二人は飲めないし。ふん、残念ね。僕炭酸水なら持ってますよ。何でも構わないね。料理人にとっちゃこれが一番大変な注文なんだよな。お客さんの好みも全くわからないから自分の勘に頼るしかない。だがここ数日間見ていたからわかる、お前ならきっと最適な答えを見つけ出せるはず。何でも構わないからお前の腕前を見せてやれ。
香りです。塩加減と旨味が見事に調和していて、お米の一粒一粒に味わいがある。出来たてほやほやのちょうどいい湯気もなんだか懐かしい感じがするよね。へえ、騎士団で最高の兵糧が見劣りするほどね。教えて、この料理の名前は何ていうの？名前…適当混ぜ飯ってわけにはいかないよな。別に名前はないぞ。材料や作り方もごく普通だし、一体どこから紹介すればいいんだ？材料も作り方も普通なんですか？てっきり何か特別な食材とか手法を使ったのかと思ってました。一番おいしいわけじゃなくて、一番適してるってどんな意味だ？空腹だったから特別おいしく感じたってことですか？それだけじゃないような。冷め切ったレーションばかりを食べていたから、熱々で出来たての香りを恋しく思わざるを得なかった、そういうことでしょ？あ、これがリーウェでいう牡蠣というものですか？聞いたことがあるような。そうそう、この匂い、まるでレストラン鹿狩りに戻ったような感じ。鹿狩りの気分になったらリーウェ料理を食べに来た意味がなくなっちゃうだろう。味のことを言ってるんじゃないよ。ほっとするような感覚っていうのかな、我が家に戻ってきた感じがする。ほっとする、我が家。あ、もしかしてこれが元将の言ってた我が家に帰ってきたってやつか？つまりこの料理の隠し味は気持ちってことでしょうか？古臭い話にも聞こえるけど、確かにこの料理を食べ終えた後そう思ったわ。素晴らしいわね。このレシピ覚えておくわ。レシピを覚えたんならやっぱり名前も必要じゃない？それでこの料理の名前は決まったの？だったら心尽くしってのはどうかな。私たちの携帯しているレーションは得意料理のムーンパイを改良したものだけど、それに勝るなんて素晴らしいとしか言いようがないわ。でも今度モンドに来たら、また手作りのオリジナルを必ず味わってほしいものね。ごめん、気づかなくて。さっきの料理、おじいちゃんが作ってくれたのにちょっと似てる気がして、あの味もうすっかり忘れちゃってると思ってたのにね。おじいちゃんは昔よくリーウェ料理を作ってくれたの。毎日夜になるまで一緒に訓練して、私はいつも食卓のそばにいて、香りを嗅ぎながらおじいちゃんがキッチンから出てくるのを待ってたんだ。たまにエウルワが来て、口ではずっと不満ばかり言ってたけど、
食事が始まると楽しそうにしててね。本人に直接聞かないでね。じゃないとまた文句を言われるよ。大団長と遠征に出た時、よく焚き火を起こして僕も料理を作っていましたよ。条件が限られていることがほとんどだったので丁寧に作ることはできませんでしたけど、皆さんとても喜んで食べていましたね。今思うとあれも気持ちが秘訣だったんでしょうか。いやあ、数日間本当にお疲れ様でした。本当に実直な方ですね。お受け取りください。当初の基本給に少しですが報酬を上乗せしておきました。頑張ってくれた分のお礼ですよ。やったぜ、ここ数日の疲れが一気に吹き飛んだぞ。ほんの数日でここまで上達するとはな。もしこれ以上仕事を続けられたら厨房を明け渡さなきゃいけなくなっちまうところだった。ふん、ありがとうよ。今度来るときは友達も連れてこい。俺の腕前を披露してやる。その前にもうやけどなんかすんなよな。